さて、今度はピッチャー笠原翔太郎投手がマウンドに上がっています。去年のドラフト4位、プロ2年目のシーズンです。バッターボックスは堂上、ワンエンドワンからまた始まってスリーワンになっていましたが、今スリーワンからのボール打ち取って、これでワンアウトです。最後のボール、ボール先行した中で少し真ん中付近でありましたが、ファースト後方のファールフライでした。ちょっとポケットキャッチ気味だった石岡。そして続くバッターボックスは石川。ちなみに今内藤直之さんは先ほど、投球を終えた柳投手のインタビューが取れるかどうかというところで少し放送席を今外れております。笠原対石川です。左腕のこの石笠原、右バッターの石川のインコース、昨年9月には先発などもしましたマウンドの笠原です。どれだけのアピールがこの場面でできるか。福田が現在今2塁です。ワンアウト2塁でカウントは 3-2 です。ちょっと変化球が抜けてしまいました。結局フォアボール。四球は与えたくなかったピッチャーの笠原、ランナーそのまま残る格好でワンアウト二塁一塁で、打席には、加藤が入ります。先ほどツーベースを打っていた加藤、しっかりとまず変化球で、これでワンエンドワンからスタートしていましたのでワンエンドツーと追い込みました。去年の9月に、16試合目登板でプロ初勝利、しかもジャイアンツ戦で8回0フと好投がありました。先発の一角に食い込んでいきたい、そんな笠原です。シーズンのいい形で終えた一人とも言えます笠原。抜いた球ちょっと高めから来ましたが空振りです。三振。先ほど小笠原からタイムリーツーベースを打っていた、タイムリースリーベースを打っていた加藤を高めの変化球で三振です。加藤右方向をちょっとね狙ったような感じもあったでしょうか。ランナー二塁一塁ツーアウト。そして今度は松井雅人、こちらも先ほどは小笠原慎之介からスリーベース。ツーボールワンストライクです。またまた3ワンとボール先行です。ちょっとまだ安定性、ストライクを取る安定性はやや欠くかなという感じの笠原。直前の加藤は甘く追い込みましたが、今度は松井雅人にまたボール先行です。打ち上げました。後方ずっとサード追いかけます。ファールボール。ボール先行でまっすぐ狙ってきましたがファールボール。
この回から投げ始めましたピッチャーの笠原翔太郎。ファーストファールフライ、フォアボール、三振でバッターボックス松井正人、フルカウント、ランナースタート、三振、最後はまっすぐで三振を奪いました。まっすぐのキレは多少はありそうな最後の三振でしたが、笠原これで3アウト。ここでまた1回交代で今度半袖の鈴木翔太がマウンドに向かい、先ほど笠原翔太郎はファーストへのファールフライの後フォアボール、そして三振が2つ、加藤松井正人から奪いました。松井裕介がバッターボックスに入ります。ひとまず強打がランナー二塁にいて、またスタートです。このイニングは2イニング目でもしかしたら、ノー 0-0 からスタートのようですね。ノーアウト二塁でバッター松井裕介、今日の2回目のバッターボックス、先ほど1打席目は三振に倒れました。小笠原のちょっと抜いたボールに三振に倒れていた松井裕介、フリーバッティングの状態まで見ると非常にいい松井裕介です。セカンドの左ですが亀澤取った、強い打球が転がっていきましたが、これはセカンドの守備範囲、ランナーただ三塁へ進んでいます。進塁打にはなっている今は松井裕介の打球です。右へという感じではありました。ワンアウトランナーは一塁に変わっています。そしてバッターボックスはモヤです。モヤも今日2回目、先ほど1打席目は柳に対して1球でピッチャーゴロに倒れました。低めに決まっています。笠原、ボールカウントはノーボールワンストライク。ワンエンドワン、まずまずのいいボールが今2球目、スイッチヒッターではありますが、まあ、基本左というこのモヤです。プエルトリコ出身のモヤです。膝元へ、これも低めに決まっている笠原、ワンエンドツーです。まだ外国人バッター結果は今日出ていません。これがレフトの前に落ちるヒット、モエがこの実戦初安打となりました。ワンアウトランナー二塁一塁です。外低めだったんですが、これがやや甘いところ、スライダー、それを逆らずに持ってきました。モエ ノーアウト1、2塁という今状況設定にして、バントの構えをここはね見せてきますね。高橋、ランナー3塁へ、これはいい判断でした。友永、まあ、少しこぼしたところ先を狙うような姿勢、友永がいいスタートを切って3塁へ、まあただまあ3塁行きましたが、もう1回今戻って2塁1塁から再開になりますが、高橋優衣はノーアウト2塁1塁という場面でのバッターボックスでバントの構え、今
アウトになったんでね、ワンアウトにまたなってますが、ワンアウト二塁一塁、なおもバントの構えです。これはピッチャーの前に転がします。ランナーそれぞれ進んだ。いいバント、高橋周平がここは見せてきました。ツーアウト、ランナー二三塁に変わります。まあ、もしかしたら、まあ、高橋自身はノーアウト設定でバントという、ね、形の設定のままバントで行ったのかもしれませんが、ランナー二三塁です。まあ、ケースバッティングのような、状況も設定しながらのこのシートバッティング。続いてはワンアウト二塁ですね。そしてバッターボックス阿部です。ノーノーからスタートでノーボールワンストライク。阿部の第1打席はフォアボール。ワンアウト二塁。まあ、しっかりとノーノーからスタートしてもファーストストライクなどは取って、その後ワンエンドワンと。カウント負けしたっていうのは松井正人の時と、あと石川の時ちょっとねしましたが、この2イニング目はまずまず安定をしています。これは一塁側方向。まっすぐのキレは現段階ではまずまずありそうな笠原翔太郎です。新潟の出身です。新潟医療福祉大からドラフト4位入団で2年目。ファールボール。ワンアウト二塁、カウントワンツーです。空振り。ちょっと阿部も今窮屈そうなスイング。これはいいボールが最後今決まりました。これはナイスボールでした。ピッチャーの笠原で、ツーアウト、まあ、実際このイニング3つアウトは取っているんですけれども、まだ変わらないでそのまま続行で、外野手がちょっと今変わるでしょうか。高橋周平が今セカンドに向かいましたね。あと外野の方も、ちょっと変わったかもしれませんが、友永が今センターに、そして大島が今これから打席に入るために戻ってきました。球数の関係もあるでしょうか。まあ、3アウトはこの回取りましたが、なおも続投となっています笠原。打席は石岡です。ツーストライク。ちょっとずつなんかね乗ってきた感もこの2イニング目は特に伺えます。先発枠を狙う笠原翔太郎。打ち上げてオールを追いかけますがファール。今はこの大野翔太とのバッテリーになっています。多少変化球が、まあ、制球自体は、狙ったところではありませんでしたが、ただいいところには行って、これがもうファールになっています。
ここはバッター手を出してくれませんでした。カウント1-2。金谷バッター遠いところ、ピッチャーゴロ、ナイスピッチングです。笠原が、これでおそらく交代だと思いますが、2イニング目はなかなか内容のあるピッチングを見せてくれました。続いてまた鈴木翔太が、まっすぐのキレは多少はありそうな最後の三振でしたが、笠原これで3アウト。ここでまた1回交代で、今度半袖の鈴木翔太がマウンドに向かい、先ほど笠原翔太郎はファーストへのファールフライの後フォアボール、そして三振が2つ、加藤松井正人から奪いました。松井裕介がバッターボックスに入ります。ひとまず強打がランナー二塁にいて、またスタートです。このイニングは2イニング目でもしかしたら、ノー 0-0 からスタートのようですね。ノーアウト二塁でバッター松井裕介、今日の2回目のバッターボックス、先ほど1打席目は三振に倒れました。小笠原のちょっと抜いたボールに三振に倒れていた松井裕介、フリーバッティングの状態まで見ると非常にいい松井裕介です。セカンドの左ですが、亀澤取った、強い打球が転がっていきましたが、これはセカンドの守備範囲、ランナーはただ三塁へ進んでいます。進塁打にはなっている。今は松井裕介の打球です、右へという感じではありました。ワンアウトランナーは一塁に変わっています。そしてバッターボックスはモヤです。モヤも今日2回目、先ほど1打席目は柳に対して1球でピッチャーゴロに倒れました。低めに決まっています。笠原、ボールカウントはノーボールワンストライク。ワンエンドワン、まずまずのいいボールが今2球目、スイッチヒッターではありますが、基本左というこのモヤです。プエルトリコ出身のモヤです。膝元へ、これも低めに決まっている笠原、次からスリーベース。2ボール1ストライクです。またまた3ワンとボール先行です。ちょっとまだ安定性、ストライクを取る安定性はやや欠くかなという感じの笠原、直前の加藤は甘く追い込みましたが、今度は松井正人にまたボール先行です。打ち上げました、後方ずっとサードを追いかけます。ファールボール、ボール先行でまっすぐ狙ってきましたがファールボール。この回から投げ始めましたピッチャーの笠原翔太郎。
ファーストファールフライ、フォアボール、三振でバッターボックス松井正人、フルカウント、ランナースタート、三振、最後はまっすぐで三振を奪いました。まっすぐのキレは多少はありそうな最後の三振でしたが、笠原これで3アウト。ここでまた1回交代で今度半袖の鈴木翔太がマウンドに向かい、先ほど笠原翔太郎はファーストへのファールフライの後フォアボール、そして三振が2つ、加藤松井正人から奪いました。松井裕介がバッターボックスに入ります。ひとまず強打がランナー二塁にいて、またスタートです。このイニングは2イニング目でもしかしたら、ノー 0-0 からスタートのようですね。ノーアウト二塁でバッター松井裕介、今日の2回目のバッターボックス、先ほど1打席目は三振に倒れました。小笠原のちょっと抜いたボールに三振に倒れていた松井裕介、フリーバッティングの状態型医療福祉大からドラフト4位入団で2年目。ファールボール、ワンアウト二塁、カウントワントゥーです。空振り、ちょっと阿部も今窮屈そうなスイング、いいボールが最後今決まりました。これはナイスボールでした、ピッチャーの笠原で。2アウト、実際このイニング3つアウトは取っているんですけれども、まだ変わらないでそのまま続行で、外野手がちょっと今変わるでしょうか。高橋周平が今セカンドに向かいましたね。あと外野の方も、ちょっと変わったかもしれませんが、友永が今センターに、そして大島が今これから打席に入るために戻ってきました。球数の関係もあるでしょうか、3アウトはこの回取りましたが、なおも続投となっています笠原。打席は石岡です。ツーストライク、ちょっとずつなんかね乗ってきた感もこの2イニング目は特に伺えます。先発枠を狙う笠原翔太郎、打ち上げてオールを追いかけますがファール。今はこの大野翔太とのバッテリーになっています。多少変化球が、制球自体は、狙ったところではありませんでしたが、ただいいところには行って、これがもうファールになっています。ここはケースバッティングのような、状況も設定しながらのこのシートバッティング。続いてはワンアウト二塁ですね。そしてバッターボックス阿部です。ノーノーからスタートでノーボールワンストライク、
阿部の第1打席はフォアボール。ワンアウト二塁。しっかりとノーノーからスタートしてもファーストストライクなどは取って、その後ワンエンドワンとカウント負けしたっていうのは松井正人の時とあと石川の時ちょっとねしましたが、この2イニング目はまずまず安定をしています。これは一塁側方向、まっすぐのキレは現段階ではまずまずありそうな笠原翔太郎です。新潟の出身です。新潟医療福祉大からドラフト4位入団で2年目。ファールボール。ワンアウト二塁、カウントワントゥーです。空振り。ちょっと阿部も今窮屈そうなスイング。これはいいボールが最後今決まりました。これはナイスボールでした。ピッチャーの笠原。で、2アウト、実際このイニング3つアウトは取っているんですけれども、まだ変わらないでそのまま続行で外野手がちょっと今変わるでしょうか、高橋周平が今セカンドに向かいましたね。あと外野の方も、ちょっと変わったかもしれませんが、友永が今センターに、そして大島が今これから打席に入るために戻ってきました。